言ったことも繰り返しなんですけど、やっぱり最初とかもう全然って分かん、とりあえずなんか計画を立てておいて、児玉さんも言ってたんですけど、やっぱりその時はそんな重要視しなかったっていうかなんですけど、やっぱり今までちょっとできている計画するのこの重要性っていうか分かってきたんで、それは自分も思ったのと、あと上村さん最後のスライドで戦略のところで、俺は自分だったか覚えてないんですけど、戦略のところで何を分析するかっていうのが社会性とか倫理性とか、この売買の取引だけじゃなくて、そのもう一段階上のことをやらないと商品が売れないよっていうところを自分がやったところでなんとなく覚えてるので、そういうところでやっぱりこうなんかその一冊の本を通してなんかつながりがあったっていうところがやっぱり思い出しやすかったのかなって思うし、見直そうっていう気にもあったので、あと全体的に図が多かったので、そこはあの SPI とか SPA だ SPA か SPA とか分かんなかったですけど、そういうので図で示してくれるとやっぱり分かりやすいなと思いました。俺はちょっと後期が使ったあれはすごい見にくかったです。なんかあの枝分かれのやつは正直すごいはっていう右側、まあそれは例で自分で多分使うやつだから、それじゃなくてもよくねってはちょっと思いました。これはそんなことなんかどこに書いてるんですか、分かんないからお前分かんないでしょ、このタイムショムで探してそれが一番細かいかな、なんか終わりだけど、はいっていうか、俺一応ね、パソコンの画面だと見えるので、もしアップしたら見たけど結構失礼した人文字も見えない、まあ、なんか発表するっていうところを考えたら、多分ここで例を挙げてくれたのはあれだと思う。俺なんか中央集権みたいな感じで左側と枝分かれみたいな感じで挙げてくれたと思うんですけど、構造の違い、まあ行動の違いが分かればいいから、そんなに細かくある必要は自分は正直なかったのかなって思って見れてました。先週も言ってた、言われた、なんか、あの発表の見やすさ、見にくさみたいな、首が痛いみたいな話。首は痛くないですよ。なんかその辺とつながるのかな、でも見やすさみたいな。でもここで言ってるのって、なんかその細かさを強調したいから、別にその何部があるっていうの自体は分かんなくてもいいんじゃないかなと思う。そもそも俺が出てたからね。そうだよ。そうなんすか。見てる側からしたらリカちゃんって言われたら、うんってなるのは事実ですね。昨日も、どこに書いてあるかとか言ってくれればいいかな。各部門で専門家を招いて協力してもらうってなると、あ、これ顔の方って言うの？何って悩んだんですか？部署ごと？あ、すごい、こっちだ。顧客と市場、顧客の目的に合わせたマーケティング戦略ってなると、嫌ですよ。今のところがここ。そう。結局見えない、そらえる男の子でもそらえる、いや、その子遠いから遊ぶとそんな感じで多分分かれると思う。やっぱり部署で一つの部署がそらえる何か全部作るっていうよりかは、そらえる作る部署、何かを作る部署集中させた方が効率が良くなるっていう話、まあ、昨日もちょっとかぶってるんですけど、そういう話をしたかった。ちょっと俺がずれしたみたいな。でも見えた方が分かりやすいから頭に入りやすいから。面白いこと言おう。音楽さん入ってほしい、スライド戻ってほしい。あ、行きます。あ、見て、見たいだけ。なんかやばい、やばい、コピー臭い。
なんか最初にこうポンポンポンって上げてくれてて、あ、違います今のところ5個全部で上げてくれてて、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、あ、そう、この2つです。なんか頭ついてかなくて、チリの話でいきなりローソン出てきて、なんか例を挙げるのはいいんですけど、そのローソン、それをなんかちょっとよく分かるんですよ。その京都ではこういうあれをやってるよみたいなのは分かるんですけど、なんでこの話が出てきたのかもよく分かんなくて、それはあれですよ、マーケティング部がこういうのをなんていうの、チリの要素も考えてる、あをやっていくよっていうことですね。でもちょっとこの本を読んでても最初もそこも分かんなくって、で最後のこの表表だとマーケティング部だけじゃなくて、ね、社長の責任だとか市場管理、人事まで出てきちゃって、結局一応マーケティング部っていう仕事の中では大西君が発表してくれたところ、この機能を持ってるけど他の部署でもまあこういうのを使える、結局マーケティングを考えながら仕事をしているっていうことなのかなって最後ちょっと会社だけじゃなくて組織一個一個単位で全部使えるんだろうもう一回今の5個のところ戻ってもう一回ゆっくり説明します。私の印象としては、私の頭がついていってないだけかもしれなくて、みんなは理解しているかもしれないんですけど、あの例がいきなりドンと来すぎて何の話をしているのか分かんなくなっちゃうというか、何こういうことがあってこういう例がありますみたいなのが昨日ついていかないのさ。それでそのマーケティングっていう部署の中での話ってことですよね。ってことは多分なんか個人的な意見として、そのファンクションを機能って訳すよりかは、その職能とかそのマーケティングがする仕事の内容のことをファンクションで指してると思うので、機能って書くよりかはその役目とかその職能とかっていう違う訳し方の方が多分スッて入ってくるのかなって。機能って言っちゃうから、その各部署のことを想像しちゃうのもあるのかなって思います。全体の部門ごとの分かれるとか、そういうのを機能的に回せるような感じで考えたら、ちょっと機能が出しちゃうので、ものすごく違うやつだと思います。
とは、SKA の実際に喋ってない。はい、俺は調べてないです。その具体例としてそのファーステルティーリングを挙げてくれたんですけど、その他に SPA、 そのファーステルティーリングと同じような戦略とかそういう体系を取ってる企業は、調べてた企業はギャップとかニトリとかが出てきたけども、一番説明してみんなに分かりやすいのかなと思って、ファーステルティーリングなので、ファーストリテイリングを分かりやすく説明したっていう。それは社長の話じゃないの。ファーストリテイリングファーストリテイリングの名前を分かる、知ってる、なんかあの、なんだっけ、例えばスキヤ、スキヤって有名だけど、その上の会社があるじゃん。全勝ね、全勝。みたいな感じじゃないですか。全勝グループとか、全勝グループとか。じゃないんですか。親会社みたいな。親会社。なるほど。あ、そういうことが気が付きだけど、どう思い出した。何個かあって、ファーストリテイリングのイメージ。ファーストリテイリングっていうのは会社の名前。あ、そういうこと。そっからそっから。みんなが知ってるユニクロっていうのはブランド名。なるほどね。ユニクロ社じゃない。顔が分かった。顔が見えました。なんだろう、ファーストリテイリング。ユニクロっていうのはブランドで、ファーストリテイリングはその経営会社。どうも失礼しました。すいません。あ、いや、すごい、いいの。何かあれば。まあ、個人的には、SPA って何すか？調べます。あと、いや、発表は本当にすごい良くて、すごい準備されてる。特に、聞いてますよ。まあ、他の人と比べても上村さん結構こっちを見てくれたわけね。アイコンタクトっていうのを、そういうのとか、発表の中にも問いかけみたいなのがあったじゃん。ビジネスって人生って一緒だよねみたいな、そういうのが入ってるとさ、こっちもこう参加しやすいわけね、話に。そういう工夫をしててよかったよね。ありがとうございます。個人的な質問としては、SPA ってのは何なのかってことと、SPA って言葉が、スペシャリティストは、リテイラー・オブ・ライフ・エド・ラブ・アパレル。めっちゃ長い。例えばユニクロはどうやってその商社とかそういった部分をはしょっているのかっていう、みんながそりゃさ、商社とか挟まない方がいいに決まってんじゃん。でも他のところはできてないわけで、じゃあユニクロはなんでそれができてるのかっていうところ、全然思えない。みたいな、チェーンソー。